ソランジュ・ピアジェ・ノールズは、ソランジュの名で知られるアメリカ合衆国の、女性シンガー・ソングライター、レコードプロデューサー、女優、モデル。幼い頃から音楽への興味を示していたソランジュは、姉のビヨンセが所属する、デスティニーズ・チャイルドのバックダンサーとして、経験を積んだ後、父親のマシュー・ノールズのレーベル、ミュージック・ワールド・エンターテインメントと契約する。2002年、 16歳の時に、最初のスタジオアルバム、ソロスターを発表。2005年から2007年の間には、映画、チアーズさんなどいくつかの作品に女優として出演した。加えて、姉のビヨンセのオールズ・カーター、デスティニーズ・チャイルドの下メンバーケリー・ローランド、ミシェル・ウィリアムズのために楽曲を制作した。2007年から、自身の音楽活動を再開。 レコーディングを開始する。2008年に発表された2作目のスタジオアルバム、ソランジュザハドリーストリートドリームスは、デビュー当時のポップス思考の音楽から脱却し、1960年代と1970年代のモータウンサウンドを取り入れたものになった。アルバムは、ビルボード200で最高9位を記録し、音楽批評家からも肯定的評価を受けた。 2012年に1980年代のポップスと R&B に影響を受けた EP True 2016年に3作目のスタジオアルバム A s ー e ア t at the Table を発表。後者は彼女にとって初のアメリカ一位作品となり、批評的にも絶賛を集めた。リードシングル c r a ンズ・ s in the Sky はグラミー賞最優秀。 R&B パフォーマンス賞を受賞する。2019年には4作目のアルバム、When, I Get Home をリリースする。ノールズは、モータウンのガールグループに強い影響を受けており、最初の情熱は作詞作曲であった。彼女はしばしばメディアによって、彼女の姉妹であるビヨンセと比較されるが、ソランジュは二人が異なる志を持ち、音楽的にも異なっていると主張している。 ソランジュは2016年に雑誌、ビルボードによる史上最も成功した100人のダンスアーティストに選出された。音楽活動以外には、リンメルロンドンと宣伝契約や幼児向けのヒップホップ志向の商品の販売などを行っている。1986年、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンで、アフリカ系アメリカ人のマシューノールズと、 カメルーンネイティブアメリカンフランスの血を引くルイジアナクレオールを祖先に持つティナとの間に次女として生まれる。ソランジュは子供の頃演劇とダンスを習っていた。5歳の時に遊園地で歌唱してデビューし13歳で曲を書き始める。両親はソランジュをクリスティーナ・アギレラやアネビヨンセが在籍するデスティニーズ・チャイルドのツアーに同行させた。 デスティニーズ・チャイルドのメンバー、ケリー・ローランドが、全米ツアー中に、舞台上でつま先を骨折した際は、彼女の代役を務めた。16歳の時に、マネージャーを務めていた父親のレコード会社、ミュージック・ワールド・エンターテインメントと契約する。マンチェスターでのライブ2001年、デスティニーズ・チャイルドの下でキャリアを開始し、マネージメントは、父のマシュが行った。すぐに、 アニメや映画のサウンドトラックに楽曲提供するようになり、2002年にはアニメシリーズザ・プラウド・ファミリーに声優として出演している。2003年6月に父マシューがデスティニーズ・チャイルドの再結成の際にソランジュをメンバーに加えることを考えていると興奮気味に明かしたが、8月後半にビヨンセがそれは噂であってソランジュが加わることはないと語っており、 結局実現しなかった。14歳の時に、ジャーメイン・デュプリ、ザ・ネプチューンズ、リンバ・ペリー、ティンバランドなどのプロデューサーが参加した、デビューアルバムの制作を始める。アルバムの楽曲は主に R&B であったが、ソランジュは、ポップ、ロック、レゲエ、ヒップホップなどの要素も取り入れたいと考え、トラックの15曲のうちいくつかを共同制作した。 先行シングル、フィーリング g は、ビルボードホット100に入ることができなかったものの、ホット R&B、ヒップホップシングルセールスと、ホットダンスシングルセールスチャート上で3位にランクイン、した。デビューアルバム、ソロスターは、アメリカで2003年1月21日にリリースされ、ビルボード249位で、初登場した。R&B、B ヒップホップアルバムチャートでは23位に入った。しかし評価は賛否が分かれ、オールミュージックのウィリアム・リュールマンは最新技術の現代 R&B アルバムと評す、一方で多彩なサウンドの中に個性が埋没しているとみなした。2008年中頃までにアルバムは米国内で11万2000万枚を売り上げた。2004年、シットコム、ワンオンワンのエピソード。 ザ・キャッチにゲスト出演。また、コメディ映画、ジョンソン一家のババババケーションにティーンエージャー役として出演した。2006年には映画、チアーズ3で、チアリーダーのキャプテン役を演じた。デビューアルバムのリリース後の期間は、役者としての活動を続け、音楽のキャリアは途絶えることになった。SXSW でのライブ結婚したソランジュは、 アイバホに移り、2006年に、姉、ビヨンセのアルバム、ビーデーに収録された、楽曲、ゲットメバディードや、アップグレードユーを制作し、音楽活動を再開した。2007年の離婚後にセカンドアルバムの制作に入り、ゲフィンレコードと契約。2008年8月26日に2作目のアルバム、ソランジュザハドリーストリートドリームスを発売した。 先行シングル、I d e c i d ッ d が、ビルボードのダンス、クラブチャートで首位を獲得したものの、アルバムの米国内でのセールスは、約11万4000枚にとどまり、ゲフィントの契約は一作で終了した。1960年代と1970年代に影響を受けた曲を集めた、このアルバムは、ポップ志向のデビュー作とは一線を画したものと見られている。 ビルボード氏はアルバムをヒップホップと R&B にブルースやジャズを散りばめた現代的なひねりを加えたものと評した。ソランジは自身のブログ HADLEYSTREETJOURNAL.com を通じてアルバムに合わせてミックステープをリリースすることを発表した。最初のミックステープ I Can't Get Clearance にはリークされたトラック ファックザインダストリーが収録されているミックステープは正式にリリースされなかったが、2010年にシングルとしてファックザインダストリーがリリースされている。2008年11月からはアルバムのツアーザソランジュプレゼンツソルエンジェルザハドリーストリートドリームスツアーを開催したコーチェラでのライブ2009年ソランジュは。 MTV とのインタビューで自作のサウンドが決定していることを明かした。2010年初頭、ソランジュはロックバンドミッドナイトジャガーノーツと3作目のスタジオアルバムを制作するためにオーストラリアを訪れた。7月7日のバイブとのインタビューで、ソランジュはニューアルバムのレコーディング中にちょっとした故障に見舞われたと語っている。私は文字通り、 このアルバムを作るために、しばらくの間、自分の正気を捨てていました。私たちは、文字通り朝起きて、1日中、一晩中音楽を作っていた。それは、様々な意味で、私に負担をかけ始めました。狂ったようなパニック発作を起こし始めたんです。ソランジュは、精神的にも、感情的にも、金銭的にも、どのように犠牲を払ったかを説明し、 私にとっては、アルバム以上のものなの。私の人生の過渡期なんですと続けた。アルバムの音楽的な方向性について、彼女は、インスピレーションは、ニューウェーブから来ていると述べ、これは、ダンスのレコードだけど、歌詞は、時々かなり暗くなることがあると述べている。2012年9月、ソランジュは、久々のシングル、ルージング・ユーのティーザービデオを公開し、 次の作品のリードシングルとして発表した。このビデオは南アフリカのケープタウンで撮影されたもので、母親のティナノールズがソランジュの誕生日プレゼントとして、ソランジュと友人たちがビデオを撮影するために飛行機に乗るための費用を支払った。11月27日に待望の新作となる EP、トゥルーを発表した。この EP は、 すべての楽曲をデブ・ハインズと一緒に書いており、作風もソウルミュージックにエレクトロなどの要素を盛り込んだオルタナティブ、R ・ R&B となっていた。批評家からも称賛され、特に楽曲、ルージング・ユーは絶賛を受け多くの音楽メディアが年間ベストソングの一つに選んだ。ボストングローブ紙のルーク・オニールはこの曲を ジャネット・ジャクソンの初期のような1980年代のダンス・ポップ・ハート・ブレイクと評している。この曲は R&B からエレクトロニックになったダンスミュージック・トラックからの脱却で今のポップミュージックの方向性を示唆している点で注目に値すると述べた。ロサンゼルスタイムズ・ガミジェリック・ディ・ケネディはここ数年ラジオに氾濫しているような 過剰なダンス R&B ではない、ソランジュとデブ・ハインズはまるで1980年代のジュークボックスから発掘されたかのようなスナッピーでリラックスしたグルーブを生み出したと評した。ピクニック・ワイ・パーケンでのライブ2015年5月15日、ソランジュは ファーガソンとボルチモアでの警察による殺害事件とその後の抗議活動に触発された HBO 主催のイベントで新曲ライズを初披露した。ソランジュは30歳の誕生日である2016年6月24日に3日前にニューアルバムが完成したことを明かした。2016年9月30日、自らのレーベルセイントレコードから3作目のアルバム、あ シートアットザ・テーブルがリリースされ、初の全米アルバムチャート1位を獲得する。これにより、ソランジュとビヨンセは1年以内に、全米ナンバーワンアルバムを獲得した初の姉妹となった。アルバム、あ、シートアットザ・テーブルの最初の構想は、ロングアイランドとニューオーリンズで練られ、ソランジュは、様々なアーティストとコラボレーションを始めていた。 アルバムのレコーディングセッションの初期の頃、ソランジュは、様々なサウンドやアイデアを試し、アルバムのアイデンティティ、サウンド、初期の歌詞やコンセプトを作る上で参考にした。これらのセッションの後、ソランジュは、ルイジアナ州のニューイベリアへと旅立ち、エンジニアと曲の実際の構造を作り、サウンドを構築し、歌詞とメロディーを作る。 最終的にソランジュは制作したトラックをロサンゼルスに持って行き、ラファエル・サディークとトロイ・ジョンソンと仕上げた。アルバムは批評家から広く絶賛され、フィナンシャル・タイムズ紙の評論家、ルドビッチ・ハンター・ティルニーは、ビヨンセのアルバム、レモネードと同様に、ア・シート・アット・ザ・テーブルは、偏見と黒人性をテーマにしていると評した。ガーディアン紙のエミリー・マッケイは、 ソランジュは長い間、人種問題について、率直な発言をしてきた。FUBU、m ッ d Don't Touch My Hair、そして彼女の両親が、人種差別との出会いについて語る、感想曲などは、深いものがあると述べた。多くの音楽メディアが年間ベストアルバムの一つに選び、ピッチフォークは2016年のアルバム第1位に選出した。楽曲では、特に、 クレーンズ・イン・ザ・スカイが絶賛され、第59回グラミー賞では、ベスト R&B パフォーマンス賞を受賞。彼女にとって、初のグラミー賞受賞となった。2016年10月3日、ソランジュは、ア・シート・アット・ザ・テーブルから2つのミュージックビデオを公開した。ドントタッチマイヘアと、クレーンズ・イン・ザ・スカイのどちらも夫のアラン・ファーガソンが、共同監督を務めた。 プリマベーラサウンドでのライブ2018年10月、ニューヨークタイムズスタイル誌のインタビューで、ソランジュが4枚目のスタジオアルバムを秋にリリースすることが発表されたが、実現しなかった。2019年3月1日、4作目となるスタジオアルバム、When I Get Home をリリースした。アルバムの制作は、前作のツアーを終えた後に、 ホームタウンのヒューストンの借屋で始まった。2018年10月のインタビューで、ニューオーリンズ、ヒューストン、トパンガーキャニオン、ジャマイカなどでもレコーディングしたと明らかにしている。サウンドについては、コアにはたくさんのジャズがあるんだけど、でもエレクトロニックとヒップホップのドラムとベースが入っていて、トランクがガラガラになるようなサウンドにしたいと語っていた。 アルバムは前作に続き、批評家から広く絶賛され、ニューヨークタイムズのジョン・パレルスは、AC とアット・ザ・テーブルでのソランジュの最も強い、メッセージであった黒人の連帯感は、ステイ、フローやアルメダにも残っており、彼女は、黒い肌、黒い三つ編み、黒い波、黒い日々を称賛し、ドラムマシンのアクセントを使って、これらは、黒人が所有するものだと主張している。 しかし、このアルバムのほとんどは、彼女がよりプライベートで、家庭的なことを考え、内向きになっていることを表現していると述べている。ザ・オブザーバーのケイト・モスマンは、ソランジュが作ったレコードは、時として、デモの集合体のように聞こえることがある。それは、フランク・オーシャンから、アリアナ・グランデまで。 今日の R&B プロダクションがますます前衛的になってきていることと一致していると指摘した。2019年4月、コーチェラフェスティバルにサブヘッドライナーとして出演が決まっていたが、大きな制作遅延のために中止となった。5月からのフェスティバルツアーは予定通り開催され、プリマベーラサウンド、ドナルーといった音楽フェスティバルに出演した。 夫のアラン・ファーガソンと披露宴の会場に向かう、ソランジュ・ソランジュは2004年2月に17歳で、共通の知人を通じて知り合ったフットボール選手のダニエル・スミスと結婚した。10月18日に、ロサンゼルスで男児を出産、ダニエル・ジュールズ・ジェイ・スミスと名付けた。ソランジュは早すぎる妊娠と出産を残念に思い、 意図としなかった妊娠に戸惑っている趣旨の発言を行ったが、子供は天からの最高の贈り物と語り、子供の誕生をとても喜んだ。結婚後、家族でモスコーに引っ越したが2007年10月に離婚。ソランジュは、子供と共にハリウッドに引っ越し、そこに新しい家を建てた。なお、離婚理由については、子供が大きくなった時に、 私が彼の父親について何か言っているものを読んで欲しくないから詳細は明かさないとコメントしている。2008年に医師にアドと診断されたことを告白。長年、周囲を困惑させる、自身の言動に悩んできたことや医師にアドであると告げられた時に素直に受け入れられなかったことを告白している。 2009年7月、それまでロングだった頭髪を刈り上げ坊主になり、話題になった。カニエ・ウエストの元恋人で、モデルのアンバー・ローズが坊主であったため真似していると、指摘されたが、ソランジュは、坊主は初めてではなく16歳と18歳の時に、坊主になったことがあると語っている。坊主にした理由は曰く、美容院より別のことにお金や時間をかけたいから。 2014年11月、ルイジアナ州ニューオーリンズでミュージックビデオ監督のアラン・ファーガソンと再婚。2019年11月にソランジュはその年の初頭に別れていたことを明かした。ありがとうございます。